だからブビ氏は戦うことだけは書いてません。人が倒れた時にそれをカッポして生き返らす、今でいうマッサージね、医学ですよ、衛生学です。でお腹壊した時にはどういう薬草を飲めばいい、うん、どういうマッサージすればいい、そういうのも全部書かれている。それプラス戦いの方法、それから今のようなラジオ体操、メディテーション、そういうのが全てインクルーズした医学書ですね。それがあのブビシなんですけど、その部分空手の急所とかそういうものを主に伝わる本だと誤解している部分があるんじゃないかなと思いますよ。当時のね、非常にすごい文献なんです。それが中国からこう伝わってきて、当時は秘密の本ですから